今日はなんと、対談企画第何弾でしょう、3弾、まあ、ちょっと対マンで喋ってみようかということでございまして、ここは秋葉原バックステージパスをお借りしてですね、放送したいなと。今日はこの方とお話しましょう。拍手でお迎えください、石川理香です。はい、お願いします。さあ、石川さんついに登場でございます。秋葉原バックステージパス、やばいな。石川、今週のツンツメはゲストに石川理香さんを迎え対談してみた後半戦。理香ちゃんのぶっちゃけトークが炸裂。さらにバクステのアイドルキャストが衝撃の秘密をカミングアウト。もちろん最後にはオンステージもあるよ。萌えありトークあり最後には歌もあり。今週のツンツメも内容盛りだくさん。最後まで楽しんでね。まあ、卒業してもう何年ですか。もう7年。7年ですか。はい、経ちましたね。俺この間西川が、俺まだ23歳っていう意識がすごく強かったけどもう27やろ。だって27です。20歳ぐらいに卒業したってこと。そうです、そうです。早いわ。早いですよ。変われへんな。まあ自分の中では変わってないつもりではいるんですけど。変われへん、変われへん。まあ肉体的には、肉体的にはだいぶ重力に逆らえなくなってきましたね。いやでも入ってきた時は15でしょ、はい、高1でしょ、はい、だからそんな印象変わらへんな。俺の中の石川の印象は本当に変わんないですか。うん、まあ、中身はもう本当に嫌っていうぐらい変わってないです。でしょ。見た目はちょっと大人っぽくしようとか思いますけど、これが中身が成長が止まっちゃってるのどうしたらいいんだろう。まあ、そうそう、だからそれもあるよ。田中なんかも成長してないんだから、うん、止めてると言っていいぐらい自分で。いや人間できんねんって成長止めること。自分の意識で、意識を持っとけば大人になりたくないって思っとけば。それでも20後半になったらきついですよね。そうやな、20後半で大人になりたくないって言ったらちょっと社会的にどうかなって思うけどね。全然4期はどうやったの、仲良かったの。4期はこれがまたすっごい不思議な関係で、うんうん、やっぱ私とヨッシーが年が近くて、うん、で3つ下に辻ちゃん、かごちゃん、うん、でも精神年齢はもっと下で、でそうやね。だから今さ、さやしとか、まあ、さやしが入ったのも中1ぐらいで、うん、工藤とか今のモーニングの10期のやつだって小学校6年生とかで、はい、よっぽどしっかりしてるからね、あいつらの方が。しっかりしてる。いやけどすごかったね。暴走族やでね、あいつら。もう本当に辻が泣くじゃないですか、うん、それ見たかごがまた泣くみたいな。何だから得みたいなこと。そうなんです。石川が一番年上なんだから面倒見なさいって言われて、で私がもうちゃんとしてちゃんとしてって言ったら、もうリカちゃんうざい、リカちゃんうるさいって。でヨッシーは今も変わんないんです。すごいマイペースで、昔からもう喧嘩しててもほっといたりとか、まあ、キョトンとしてるからね、人生、うん、なんとなく。そうなんですよ。でヨッシーお願いって言われたら OK って言ったんだけど。いいよ、みたいな感じ。そうで何が問題なわけ。そうほんとそんな感じ、ね。やっぱ面白いのがお前と、はい、でまあ矢口もそうやし、うん、あと誰かな、まあ新垣もそうやな、うん、で最近の道重やな、うん、これが大体あのモーニングの小獣となんです。そうですね。で、はい、まあそうやな、中澤は小獣とというよりは何やろな、あれは大番頭さんみたいな。やっぱ年が離れすぎてたっていうのは大きいですよね。それが面白い、歴代おるのね、うん、なんかしたけど、はい。ツンツメ公認世界が舞台、ニュータイプなアイドルユニットオーディションプロジェクトは絶賛進行中。今日はオーディションの様子を皆さんにちょっとだけご覧いただきます。趣味は天才観測がすごい好きで、ちょっと動画にはできるんだ。結構ダンスでは自信があるので、最初ウエストで回しながらこう動いたりとかやると、で私はとても負けず嫌いです。芸人をこれから目指していこうと思って、このカード中に頑張りたい気持ちは誰にも負けません。お願いします。5、6、7、8
オーディションの選考結果は肉生やホームページで配信します。詳しくはツンツベブログにアクセス。さらにプロジェクトの拡大が決定。オーディション参加者を追加募集します。各ジャンル有数の講師陣が完全サポート。世界に通じる技を身につけ目指せラスベガス。経験値を上げられるようにネット番組やイベントなどですぐ仕事ができるよう制作委員会がサポートします。締め切りは10月31日まで。スマホユーザーの方はカカオトークを使えば応募は簡単。すぐにアプリをダウンロード。諦めたら終わりだって言ってた。それかわいいね。てかそれティーナっしょ。これティーナパクリなんだ。みんなでティーナのコンテストけな。ティーナって何？ティーナ。喜びをマルハン競わせてみた。今が旬のアイドルグラビアユニットが登場しガチンコバトル。マシリネット生放送の獲得ポイント、人気投票やブログアクセス数を競う。行方はまだわからない。詳しくはマシリで検索。テレビをご覧の皆さん、お手持ちのスマートフォンからカカオトークのアプリをダウンロードしてアクセスしてください。アカウントはこちら。カカトモ申請して参加してね。全然。じゃあちょっとキャストの皆さんからいろいろ聞いていきたいなと思います。はい、今日はなんか結構いろいろ。さあここでゲストの石川梨花さんにバックステのアイドルキャストたちから質問タイム。今週はどんな質問が飛び出すのかな。行きましょう。はい、じゃあ石川選んでください。え、私選んでいいですか。うん、ドキドキさせないでください。はい、誰ですかこれ。はい、いや大丈夫お前。ドキドキさせないで。バックステで一番態度も体格も大きい AD 渚です。よろしくお願いします。はい、ちゃんお願いします。はい、お願いします。そうですね、最近、うん、ドキドキすると、うん、尿漏れしちゃうんですよ。え、それ何ドキドキ。ちょっと待って、ジュンクさんこれ OK ですか。これ OK なんですか。詳しく聞いてみましょう。そうですね、もしかしたら病気かもしれないんで、はい、早く緊急処置を取らなきゃいけないかもしれない。聞いてみましょう。深刻な悩みなんですけど、はい、何ですか何ですか。なんかこの間ステージで、はい、なんか箱の中身は何だろうみたいな、はいはい、バラエティみたいなのやったんですよ。はいはい、で、はい、あのキャストとやってで、うん、手を突っ込んだんですけど、はい、そのキャストと手が触れちゃってお互いその動いてるから生き物だと思ってびっくりして、はいはい、でその3回じわっじわっじわってなんか大きな波が来ちゃって。だってそれからなぜかステージでなんかびっくりしたり、うん、たなんか面白くて笑っちゃったりするとちょっとじわるようになっちゃったんですよ。あーですか。でそれが最近の悩みで、すごいステージに立つたび今日もじわっちゃうのかなってドキドキしてるんですけど、何か石川さんは悩みなどはありますでしょうか。どうですか石川さんは悩みなどは。なのでもじわじわに来るには対してどうすればいいでしょうねこれ。それでね、薬なのか病院ちょっと見てもらって、ね、しばらく3年ぐらい入院した方がいいんじゃないかな。3年結構長いですね。長い。うん、そのようにしています。終わりましたけど、はい、で、質問が何でしたっけ。悩み、最近の悩みは何ですか。なんかありますか悩みとか。悩みは、はい、あの犬を飼い始めたんですよ。可愛すぎてやばいです。わかるな。なんかあ種類何やったっけ。トイプードルで、はい、あのティーカップ。ティーカップは知ってるよって言われてたの。こんなちっちゃい、本当にこうティーカップに入るぐらいやからティーカッププードルって言うんだけど。そうなんですよ。はい、って言われて買って言われて、はい、で、まあ
生まれましたって言って、はい、まあでもあと1ヶ月は、はいはい、まだねちっちゃいからいつどうなるか分からへんから見ときますって言われて、そうでもう洋服とかも買ってもティーカップって本当にちっちゃいからうもう一番ちっちゃいやつでいいと思う、はいはい、2つぐらい可愛いの買って用意してたんです、はいはい、でいざ来たら、はい、もうすでに1キロあって、はい、あるね、3ヶ月で1キロはもうこれありえへんですね。で、どのカップに入れようかなとか言ってたけど、はいはいはい、もうカップになんか入れない、はい、もう洗面器、洗面器持ってきて、もうほんと洗面器ですよ、はい、で普通のトイプードルって、まあ、成犬で4キロから5キロなんですけど、うん、うち今 4.3 あります。あの、辻のところも、はい、あの、辻さんって言って、うん、あのミニチュアダックスフント買ったんですって言って、ほう、どんなんやねんって言ったら10キロあるんですって、ミニチュアちゃうやろただすっごい可愛くて、なんかよくね人間の子供を自分の子供は目に入れても痛くないって言うけど、もうそれぐらい、もうだから本当にもうやばいのを食べ、いつも食べてます。やっぱかぐってね、もうダメでしょって言った後にチュッてして、うん、怒った後にやばいな、石川これは35ぐらいまで結婚できへんな、これはそれやばいよ、それは根拠くれるよ、やばいんですよね、気をつけないと。もうそれがちょっともう悩みですね、はあ、今本当にもう仕事と犬がいればもう日々充実しちゃってます。お酒とね、お酒も必要ですけどね。じゃあ俺選んでいいですか。はい、お願いします。じゃあなんでみんなわからないのって、はい、そういうことでしょう、うん。キノコに恋するキノコ人橋本エリアです。キノコ人、あ、はい、キノコ人です。まこちゃんのことですか。キノコ人なんですけど。キノコ何が好きなんですか。あ、毒キノコとか大好きです。そういう食べれるキノコじゃなくて、あ、見てるのが好きで。キノコ見るのどうやって見るの、家で。あの、図鑑とか見たり。図鑑で植えてるわけじゃない、はい、あの、植えてないですね、さすがに。さすがに、さすがに。じゃあ、きっとまことさんも大好きです。大で、あの、そのキノコの魅力を、あの、うん、いろんな方に話すんですけれども、はい、全然理解してもらえないんですよ。そうだね、なかなか難しいですけどね、はい、あの一番好きな毒キノコが、はい、あのカエンタケっていう赤いキノコで、うん、あの全然それを食べるとどうなるんですか。あ、食べるとあの吐き気がしてきたり、はい、おかんがしてきたり、はい、あとはあの指先とか足先がすごい腫れて、うん、痛くなって、やだ。でもう運が悪いとその痛みにもらいながら亡くなってしまうっていうキノコなんですよ。てか詳しすぎますね。まあそういう毒キノコだったりキノコが好きなんですけど、はいはい、石川さんは何か今ハマってたり好きなものはありますか。こだわりね、はい、まあ、もう終わってしまいましたけど、はい、オリンピック、はい、これはハマりましたね、はい、何にハマったんですか。オリンピック、はい、もう日本選手が出てるものはほぼ夜中見てたのずっと、はい、ほぼライブで見てました。やっぱりライブで見るから、ね、やっぱサッカーやったし、まあ、サッカーも うん、あのやってますし、うん、なんだろう、もともとスポーツが好き で見るのが好きなんです私。あの野球も好きだったりとか、だからあのオリンピック期間中はちゃんと何時に何が始まるとかっていうのをチェックして、見たいのが重なった時はうちのテレビ2画面にできるので、はいはいはい、2画面にして音声をちょこちょこ変えたりとか、卓球見ながらレスリング見るみたいな、そうとかってやりながら、はいはいはい、もうほぼ見ましたね。閉会式まで見ちゃいました。はあ、面白いね。うん、なんかそれぐらい、なんだろう、やっぱりスポーツの汗と涙って感動的なんです。一人で見てるんでしょ。一人です。ブツブツさ言いながらツッコミ入れてるわけじゃなくて、一人でこうやって一人です。これお酒ですか。これお酒です。あんまり飲みすぎると眠くなっちゃうんで。でもちょっとやっぱ石川みたいなこういう、いわゆるキッチンの子っていうか、なんかってこう弾けたタイプの子をもらう旦那さんはハッピーかもしれへんね。本当ですか。うん、やっぱ一緒にそうやって趣味をもし合えば、趣味が合えば、会えば ねハッピー。やっぱりスポーツ一緒に見たりとかさ、はい、もし阪神ファンと結婚できたら、うん、試合行こうぜとかさ、そうです ねオリンピックブラジル行こうぜとかいう、そういうポジティブな話ができるやん、なんか、いいですね。趣味が合う人ぜひよろしくお願いします。いいですね。注目の新人キャスト続々登場。秋葉原の新名所、秋葉原バックステージパス。今人気絶頂のバックステ外神田一丁目に会いに行こう。新人プロデューサー大募集。君はどのキャストを推す？バックステ外神田一
発売中。すいません、ネギトロを乗せたミーゴレンください。お待たせしました。いただきます。じゃあさ、最後言っておきますか、もう一度ぐらい、はい、じゃあまあ最後なんで、うん、疲れた日のお楽しみ、言っときましょうか。はい、はい、はい、どうですか。はい、ゆりんこって呼ばれてます、はい、ゆりんこちゃん、朝倉ゆりです、よろしくお願いします。はい、お願いします。そう、疲れた日に、うん、すごい楽しみがあるんですけど、何、うん、お家に帰って、うん、足の匂いを嗅ぐことなんですよ。自分の、はい、疲れた日に。そうですね、疲れた日ってやっぱり、うん、その分の、うん、なんだろう、頑張り頑張りが匂いとして出るんですよ、うん、マジで。はい、私匂いが、匂いフェチで、うん、臭い匂いがすごい好きなんですよ。どういう臭いが好きなの。例えばよく帰りってやっぱり終電とかになっちゃうので、うん、すごい人が多いんですね、うん、満員電車で、うん、それでなんかみんなやっぱり疲れて汗かいて、その染み込ん、汗が染み込んだワイシャツ着てるわけじゃないですか、サラリーマンの方々は。それがいいの。そのなんだろう、不意にふっとくる濃ゆいコクと深みのある脇の匂い。お前渋いな。お前渋いな。大好きなんですよ。あ、そう。そうそう、匂い系 OK な人。はいはい。なんか男の人の野球部の匂い、あとか分かりますか。それもでも剣道着とか柔道着とかのあの辺は、あ、全然いけます。うそ、剣道着のあのなん結構使ったコテの中の匂い。そこはまだ嗅いだことないんですけど。ほんと、はー、いけるね。マニアック。ツーやね。ツーですね。あ、そうですか。あ、今スペシャル匂いはどうなんですか。スペシャル匂い、はい、はい、高校の時、うん、間違えて野球部の部室入っちゃったんですよ、うん、その時に、うん、その日雨ですごい、うんうん、もう泥だらけになりながらもう練習してて、うん、でその時に入っちゃって、うん、もう汗と泥の匂いが混ざって、うん、最高になってました。いや、でも野球部は最高に、うん、最高なんですよ。なのサッカー部とどう違うの。なんかサッカー部は、うん、変におしゃれする。あー、なるほど、なんかなるほど、汗をくるみたいな、こういうなんか性感みたいな、ね、ちょっと意識してるもんね。でも野球部はそんなの関係ない、タオルを水に濡らしてちょっと拭くぐらい。いいね、いいね、坊主だしね、いいよ、みんなね。今日結構今日この放送見てファン増えてる、ファン増えてる。いや、でもちょっと今のは同感しました。なるほど、わかりました。で、質問は、石川さんは人には言えない自分のこだわりとかありますか。フェチ的なこととか、まあこだわりでもいいですけどね。こだわり、匂いは全然理解できないですけどね。匂いはいいです。まあまあ、なんか分かる、他に食べ物でもいいし、服、まあ車、おしゃれ、趣味。でもそう、なんか意外ってよく言われるんですけど、うん、やっぱりお酒は好き、うん、何飲むので、うん、最近好きなのがビールなんですけど、はい、こだわりっていうか、まあ、私氷入れちゃいますね。飲みやすくするたい、したいね、だから。そうなんですよ、何でもやっぱり飲み物は氷入れますね。
それがちょっとこだわりっていうか、日本酒にも氷入れちゃうし、冷え性だから本当はあったかい飲み物とか、そう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 、代謝を良くするの飲まなきゃいけないんですけど、冬でもそういう冷たいの飲んじゃったりとか、それはなんか、なるほどね、そこだけは譲れないかもしれないです ね、 ね、まあでもね、まあ、健康的に飲んでください、うん、無理に飲まずでね、はい、はい、量をね制限して、はい、どこツンツメ公認世界が舞台、ニュータイプなアイドルユニットオーディションプロジェクトは絶賛進行中。今日はオーディションの様子を皆さんにちょっとだけご覧いただきます。趣味は天才観測がすごい好きで、ちょっと動画にはできるが、結構ダンスで安心なので、最初ウエストで回しながらこう動いたりとかやると、で私はとても負けず嫌いで、芸人をこれから目指していこうと思って、このカード中に入れてあげます。頑張りたい気持ちは誰にも負けません。お願いします。オーディションの選考結果は肉生やホームページで配信します。詳しくはツンツベブログにアクセス。さらにプロジェクトの拡大が決定。オーディション参加者を追加募集します。各ジャンル有数の講師陣が完全サポート。世界に通じる技を身につけ、目指せラスベガス。経験値を上げられるように、ネット番組やイベントなどですぐ仕事ができるよう制作委員会がサポートします。締め切りは10月31日まで。スマホユーザーの方はカカオトークを使えば応募は簡単。すぐにアプリをダウンロード。諦めたら終わりだって言ってた。それかわいいね。てかそれティーナっしょ。ティーナ、あ、これティーナのパクリなんだ。みんなでティーナのコンテストけな。いいぜー。ティーナって何。ティーナ、マルハン。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。萌えステッカーとかあげてるんですけど。萌えステッカーですか、はい、どうですか。いや、いいですよ。私やっぱ渚ちゃん好きです。渚ちゃん、ありがとうございます。いただきました。やっぱなんか渚ちゃんがモーニング娘。にいたらどうなるんだろうって。じゃあ11期可能性ありますかね。ないです